ジョン・ホーブズ・ケリー、ジョン・ホーブズ・ケリー、1943年12月11日体は、アメリカ合衆国の政治家、放送、第68大国務長官、マサチューセッツ州選出上院議員、2004年大統領選挙の民主党の大統領候補、上院外交委員会委員長を歴任している。信仰する宗教は、カトリック教会。日本語表記では、 トランプ政権の大統領首席補佐官、ジョン・フランシス・ケリーと同じくジョン・カイ・ケリーとなるが、性の綴りと原発音が異なる。首席補佐官はケリー。コロラド州オーロラのフィッツ・シモンズ陸軍病院で生まれた、いわゆるボストンのバラモンと呼ばれる家系であり、シチリチャード・ジェイ・ケリーは、第二次世界大戦中は陸軍航空隊のテストパイロットで、結核の治療で、 同病院に入院した。ケリー一家は、ケリーの誕生後マサチューセッツ州に転居した。同時に、ケリー一家はチェコから移住したカトリックに改修した、アシケナジムだった。母は、ローズマリー・ホーブス・ケリー、フランス系で、アイルランド系の血も引くで、ホーブス家のジェームズ・グラント・ホーブスの孫娘だった。ケリー一家はたびたび転居したため、ケリーは、複数の学校に通った。 11歳の時には、ケリー一家はベルリンで暮らしたが、ケリーはスイスの寄宿学校に入学した。1957年には、父リチャードがノルウェーのアメリカ大使館に勤務したが、ケリーはマサチューセッツに戻り、マサチューセッツ州ニュートンの寄宿学校、フェスセンデンスクールに通った。翌年ニューハンプシャー州コンコードのセントポールスクールに入学し、 1962年に卒業した。学生時代は、アイスホッケーやラクロスを行い、またエレクトラズというバンドでベースを弾いた。バンドは1961年にアルバムを500枚プレスし、そのうちの1枚が2004年にイーブのオークションで2551ドルで落札された。1962年にケリーは、テッド・ケネリの最初の上院議員選にボランティアとして参加した。 その夏、彼は、ジャネット・ジェニングス・オーチン・クロス、ジャクリーン・ケネディのイフ姉妹と出した。8月26日に彼女はケリーを自宅に招いた。ケリーが、ケネディ大統領に出会ったのはその後だった。ケリーはケネディに、イエール大学に入学することを話すと、ケネディは、ライバル校のハーバード大学出身だったため顔を、しかめた。その後、ホワイトハウスの写真家は、 ナラガンセットワンでケネディの家族と公開するケリーの写真を撮影した。彼らは数週間後の1962年9月、ロードアイランド州の沖合でのヨットレース、アメリカズカップで再会した。ケリーは母方のフルネームであるジョン・ホーブズ・ケリーのため JFK でもある。1962年にイエール大学に入学する。専攻は政治学で、 1966年に卒業した。ケリーは2年生の時にイエール政治ユニオンの会長になった。そこでケリーは公民権運動やニューフーロンティアプログラムなどについて論じた。歴史学の教授ローリンオスター・ワイスの指導の下、全国学生討論コンテストで優勝した。ケリーは友人ジ,ジョン・シャタックに誘われ、1965年4月にスカルボーンズに参加した。 ケリーは1966年2月18日に海軍予備役に登録し、士官候補生待遇の一等兵となる。8月19日に現役勤務としてロードアイランド州ニューポートの海軍士官候補生学校に入校した。その後、12月16日に少尉の辞令を受けた。1967年6月8日に、 ミサイルフリゲートグリッドレイの技術士官として、着任。1968年2月9日に、グリッドレイは西太平洋に向けて出航した。翌日ケリーはベトナムでの紹介定任務を志願した。グリッドレイはニュージーランドのウェディントン、フィリピンのスービック湾から北ベトナムのトンキン湾で航空母艦の支援を行い、接敵することもなく6月6日にはカリフォルニア州。 ロングビーチに寄港した。10日後の6月16日にケリーは中尉に昇進し、小海艇の艇長として訓練を受け、12月6日には南ベトナムのカムラン湾で高速小海艇、PC 界マイナス44の艇長として任務に就いた。この間、12月2日夜間から3日朝にかけて敵に遭遇し、ケリーは左肘上に M-79 グレネードの破片を 受けた。ケリーを手当てしたルイス・レッドソン医師は彼のクルーが衛生兵にケリーのことをマサチューセッツからの次の JFK がいつか大統領になると話していたことを思い出す。この負傷でケリーは初めてのパープルハート賞を受賞し、その後任務に復帰した。ケリーはイエールでのクラスメート、リチャード・パーシングを含む5名の友人をベトナムで失った。 1969年2月28日に棒で、側で、再び硫酸弾の破片を左ももに受け、二度目の名誉、不祥症を得た。医師は破片を切除するのに大きく切開せず、そのまま方法処置をしたため、ケリーは今日でも左ももに破片を持っている。米ハップ側を、他の小海底3隻と共にパトロールしていたが、その水路は、 南ベトナム解放民族戦線の拠点だった。他の小海艇がドン君川の近くで待ち伏せされたとの報告を受け、それらの支援に向かった時、敵兵からの B-40 ロケット弾の砲撃を、キャビンに受けた。通常であれば、川岸へ砲撃を行い、次に回避行動を取るのを、ケリーは、副長のサンダスキーに艇を、川岸の浅瀬直接乗り上げさせるように命令した。 この行動が勇気あるものか、それとも無鉄砲だったのか異論があるが、事実は明白である。テがが岸に乗り上げると、ベトコンは、ロケットランチャーを抱えて、茂みに飛び込んだ。機銃手のトミー・ベロドーは M60 機関銃を敵に、撃ち込んだ。ベロドーの機関銃は発射後球弾不良を起こし、マイケル・メディロスが銃撃しようとしたができなかった。ケリーは、メディロスと共に敵兵を追って射殺し、 ロケットランチャーを回収して、テイに戻った。監督官は、テイを騎士に乗り上げさせたことで、ケディを軍法会議にかけるべきか、乗組員を救ったことで、彼にメダルを与えるべきであるかどうかわからないと、ジョークを言った。結局ケディは、シルバースターを受賞した。3月13日に、ケディのテイは嫌いに接触すると共に激しい銃撃を受けた。左上部に、 硫酸弾の破片を受け、回復まで二日を要した。この負傷と、グリーンベレー隊員、ジェームズ・ラスマンの救出活動でリーは三度目の、パープルハート賞とブロンズスターメダルを受賞した。ケリーは三度の負傷後に帰国した。ケリーのベトナムでの任務は4月前半に終了し、その後をアメリカ本国で勤務した。1970年1月3日に、の階級で、 海軍予備役として、悲劇となり、その後百七十二年七月一日には、大気予備役に編入され、九百七十八年二月十六日に、名誉除隊した。ケリーは九百六十六年八月から九百七十年一月まで、軍で勤務した。批評家は、ケリーの最初の負傷を、バシトラ心罪と包帯による治療のみで任務に、復帰したことで、 名誉不祥症に相当しないのではないかと批判している。反戦ベトナム機関兵会、ボーのメンバー及び、スポークスマンとして、ケリーは、上院軍事委員会の公聴会で証言した。ケリーは、1971年に1月31日から2月2日まで、ミシガン州デトロイトでやれたボーの冬機関兵員調査、通称、ウィンターソルジャー集会に関して証言した。 1971年4月23日、ケリーは他の退役軍人と共にワシントン DC の国会議事堂ビルで抗議の意味を込めてメダルとリボンを投げつけた。このデモンストレーションは退役軍人がベトナム戦争を不正なものであると考えていることを示すために行われた。後にケリーの政治経歴でこの事件は論争を巻き起こした。 ケリーは二人の退役軍人のメダルと共に、フェンスに彼の略樹を投げつけた。略樹とメダルの違いは、前者は制服の胸の上につけられた色のついた棒である。一方、後者は特別の場合に装着するリボンのついた金属メダルである。1971年11月6日にケリーは、ワシントン DC のテレビ局からインタビューを受け、6、7、8、9個のメダル。 いくつ返したか思い出すことができないと答えた。ケリーの自宅にメダルが現在も飾られていることが判明し、事件は論争になった。飾られているメダルがオリジナルだった場合、1971年に国会議事堂に投げつけたものはケリーのメダルではなかったことになる。その後数年にわたって、性敵は事件がケリーの不正確さの実証になるといい。 この出来事を利用した。ケリーは何が起こったかに関して常に明らかだったと答えている。当時からのニュースは、ケリーが他の二人から渡されたメダルと共にリボンをフェンスを越えて投げつけたと伝えている。ケリーは数年にわたってその話を一貫して語っている。批評家は1971年のテレビインタビューで、ケリーが彼のメダルを投げつけたと語ったことを 質問している。ケリーは、これは、偽の論争ですと ABC の、グッドモーニングアメリカで語った。1971年11月12日から15日まで、某ミーティングが、ミズーリ州カンザスシティで開催された。そこで、ベトナム戦争を継続する、政府要人を暗殺し、クーデターで、ベトナム和平を目指すという提案がなされた。ケリーのスポークスマン、 マイケル・ミーハンは、ケリー上院議員は、カンザスシティ会議に出席したのを覚えていませんと、ボストングローブ氏の質問について回答した。ケリーはミーティングが開催された11月の4ヶ月、前、7月には、同団体の活動から離れていたため、同会議には出席していないと言われてきた。しかし FBI の記録によれば、ケリーは、同会議の議長を務めたとあり、 会議での対立に敗れ、直後にケリーは辞任したとなっている。政府用人暗殺の提案は、反戦活動家、スコット・カミルによってなされた。カミルへの電話インタビューでケリーは、会議でケリーを見かけた記憶がないと語った。会議で用人暗殺を話し合ったことについて当局は、卒業しなかったが、提案者のカミルは1972年8月の、 マイアミでの共和党全国大会襲撃計画を立案したとして、仲間の反戦機関兵7人と共に逮捕さ、裁判にかけられた。1972年2月、ケリーはローウェルのベルベデーレに妻と共に家を購入し、9月には民主党の予備選挙に勝利して、アメリカ合衆国会議員選挙に出馬したが、当選したのは共和党候補のポールクローニンであった。 その後は国際ケア機構の基金調達係として働いたが、ケリーの兄弟であるキャメロンは後にこれを追放の時代と表現している。ケリーは最初の娘、アレクサンドラの誕生とほぼ同じ頃、1973年9月にニュートンのボストンカレッジの放課大学院、ボストンカレッジロースクールに入学した。その傍ら、ラジオ局、 WBZ のパーソナリティとしても働き、また、1974年にはある、マサチューセッツ州の協会で、集団訴訟を指揮したりした。ロースクールで学んでいた間は、ジョン・ J ・ドロニー長官のミドルセックスの州検察庁で、収集を受けており、1976年に、法学博士となり、同年5月に卒業した。同じ年に2番目の娘バネッサが生まれており、 司法試験に合格して、マサチューセッツ州法律家協会への入会が認められた後は、州検察官となった。1977年には、スジー粛清側索効果症を患っていた、ドロニーにより州検察庁第一補佐官に抜擢され、後半を指揮して、著名な強姦事件や殺人事件でも、有罪を勝ち取った。 また町の管理職としては、知能犯罪や組織犯罪の専門部署や、被害者と証言者のための制度を創設し、後半スケジュールの調整役なども務めた。1978年に、州知事、エドワード・ブルックの離婚裁判での申告漏れについて、違法性が疑わしいとして、調査を行うことも発表したのも、ケリーである。ただし、同事件は、不起訴となった。 1978年、ケリーは、ドロニーの健康状態が芳しくなかったことから、長官選挙に立候補したが、当選したのは、前任のドロニーであった。また、ドロニーの健康状態は改善し、ケリーに引き継いでいた業務を再度担当することになった。こうしてケリーは検察庁を辞任し、1979年には、検事法のロアンヌスラゴーと共に、法律事務を開業した。 その他、テレビ局 WCVBTV のコメンテーターを務めたり、元、ケネディ家の経団ギフォードと共同で、キルバートォーブズという名のマフィン店を、ボストンのクイーンシー市場に開いてる。1982年、マサチューセッツ州副知事に就任した。その後1982年に、ケリー副知事は、ギフォードの株を買い取り、スタンリー及びリンダ・クラインに、それらを売った。 数年後にはクラインに自分の持ち株を譲り、店は現在、マギーズスイーツとして存在する。フリー,イートセンターの民主党大会中に、ジョン・ケリー・チョコレート・チップ・クッキーのギフト・グ・センコを供給した。1984年、マサチューセッツ州選出上院議員に当選する。2004年アメリカ合衆国大統領、民主党予備選挙を勝ち抜きと指名候補となるが、 本選挙では現職のジョージ・ W ・ブッシュ大統領に敗北した。なお、この時、イラク戦争への対応の違いから、フランスとの関係が悪化していた。これに乗じた共和党は、ケリーがフランス語が得意であることを、ネガティブキャンペーンに利用した。ケリーは、批判を交わすために、以後、フランス語を長い間封印することとなった。2006年に、大学での講演で、 勉強をしないと、イラクで立ち往生する羽目になると発言し、兵士を学歴差別したとぶ次をかした。この発言についてケリーは、兵士ではなく、ブッシュ大統領を批判したつもりだったが言葉が足りなかったと弁明している。2008年アメリカ合衆国大統領、民主党予備選挙では、形成がまだ定まらない2008年1月10日の段階で、 バラク・オバマ候補の指示を表明した。一期目のオバマ政権では国務長官になることを望んでいたが、ヒラリー・クリントンが就任したことで断念した。大統領特使として中東諸国やアフガニスタン、パキスタンを訪問し、政権の意向を非公式に伝達する役割を担った。2012年12月、再選を果たしたオバマ大統領より、 アメリカの外交を導く人として完璧な選択だと言われ、政権第2期目の国務長官に指名される。2013年1月29日、アメリカ合衆国上院外交委員会で全会一致の承認後、本会議では賛成94反対3で承認された。2月1日、第68代国務長官に就任した。2014年1月14日、 バチカンで国務長官ピエトロ・パロリン大司教と会談した。2015年8月6日、アメリカは広島平和記念式典にローズ・ガテマラー、ローズ・ゴットメラー国務次官を米国政府公館として初めて派遣した。ケディはこの日、マレーシアで岸田文雄外相と会談し、キャロライン・ケネディ駐日大使や国務次官が式典に参列したことについて、 誇りに思うと述べた。8月14日、現職のアメリカ国務長官として70年ぶりに、キューバを訪問、在キューバーアメリカ大使館の再開式典に参加した。2016年4月11日、アメリカの現職閣僚として初めて、広島平和記念公園を訪問した。広島平和記念資料館を訪れた後、原爆死没者慰霊碑に喧嘩を行った。喧嘩後、 ケリーを含む G7 外相は原爆ドームを訪れたが、これは当初の予定にはないもので、ケリーが現地で提案し急遽決まったものである。2016年11月11日、現職国務長官としては初めてとなる南極訪問を果たす。2017年1月20日、国務長官を退任した。ケリーは身長6フィート4インチ。 1.94メートルで、キョロガンヤンキーと呼ばれた。旧友及び家族は彼をジョニーと呼んでいる。若い頃、スイスとフランスで過ごしたため、流暢なフランス語を話す。サーフィン、ホッケー、狩猟及びベースの演奏が趣味である。サンシャインという黄色のカナリアを飼っている。好物は、チョコレートチップクッキー、星座は、イテザ。1970年代の初めに、 ジョン・レノンに会ったことがある。好きな映画は、ジャイアンツと、カサブランカ。愛読書は、ジェームズ・ブラッドリーの、フラックス・オブ・アワー・ファーザーズ及びスティーブン・アンブローズの、アンド・オン・ティッド・カレッジ。2003年のキャンペーン中、ケリーは、クライド・プレストウィッツの、ログ・エ・ネーションとバーバラ・アーン・レイチ、ニッケル・アンド・ダイムドを読んだ。2003年に、前立腺癌と診断され、 治療は成功した。1970年に、ジュリアス・ソーンと結婚、二人の子供を設けた。アレクサンドラ、1973年生、ロサンゼルスの映画学校を2004年6月に卒業、及び、バネッサ、1976年生、祖父と同じく、フィリップス・アカデミー卒業、イエール大学、ハーバード・メディカル・スクール、 そしてロンドンスクール・オブ・エコノミクスを卒業の二女で、バネッサは父親の大統領選挙戦において活動的だった。夫婦は1982年に別居、1988年7月25日に離婚した。この婚姻の無効は1997年にカトリック教会によって正式に認められた。再婚までの間、ケリーは 女優モーガン・フェア・チャイルド及びキャサリン・オクセンバーグと親しかった。ケリーはペンシルベニア州の上院議員でありハインツ社のオーナー、H ・ジョン・ハインツ3世の未亡人テレーザシモエス・フェレーラ・ハインツと1995年5月26日にマサチューセッツ州南タット島で結婚した。テレーザはジョン・ハインツ3世が1991年に飛行機事故で死亡した後、 5.5億ドルの莫大な遺産を相続した。彼女には、全夫との間に3人の息子、ジョン・ハインツ・ジュニア、アンドレ・ハインツ、クリストファー・ハインツがいる。現在、ケリーは、最も裕福な上院議員で、妻と合わせた、総資産は、約10億ドルと推測される。ケリーには、弟カメロン・ケリー及び2人の姉妹、ダイアン、ペギーがいる。なお2004年の大統領選を争った。 ジョージ・ W ・ブッシュ第43代大統領は演説にあたる。一時両者とも秘密結社、スカル・ボーンズに所属していたことも話題となった。元中日アメリカ合衆国大使キャロライン・ケネディの家庭教師だった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。